こんばんは、タブレットじゅんです。すっかり夜になってしまったなと。さっきまで明るかったんですけれども、やっぱり秋だなぁと。本当にあっという間に日が落ちてしまうという、久しぶりにこの、そういえばお部屋からお送りする、タブレットじゅんチャンネルですけれども、すごい久しぶりですね。あれ、もう3ヶ月ぐらいは多分ここからやっていなかったかもしれないんですけれども、はい、まあプライベートでは普通にしょっちゅう来てるんですけれども、はい、今は夕方の、5時6時前ですね。ちょうど隣の溝口さんが今帰って、ちょっとおそらくお食事の準備をしているような音が聞こえますけれども、久しぶりなので、皆様の質問を久しぶりに受けてみようかなと、お答えしてみようかなと思います。ピアスされたんですかと。あ、これもそうですね、まあ、あれ、いつぐらい前、ここで放送というか、ここからお届けしてた時はしてなかったと思うんですけれども、これも全く意味はないんですけれども本当にあのブロードウェイ、中野ブロードウェイの地下をいつもフラフラしてて、でたまたまそのピアスのお店があって、見てたら興味ありますかみたいな感じで、でよかったら開けてみませんかと言われて、本当にもののその午前中にはもう開けたみたいな感じなんですけど、それぐらい気まぐれに。で最近ちょっと両方開けてたんですけれども、いつの間にか取れてるのに気づいて、で取れたらやっぱ耳の穴ってっすぐ塞いじゃう、塞がれちゃうんですね。でもうあっという間に穴がなくなっちゃったのでこれでこっちだけになったと、はい、ちなみにあの右耳だけにしていると、あの確か調べたら、あのちょっとそのいわゆるゲイであるというような、こうちょっと裏の照明みたいになっているそうで、だ僕サウナによく行くのでこっちがなくなってちょっと良かったかもしれないなというか、こっちだけが残って、こっちは違うようなので、はい、そんなのもあって、今日ちょうど新しいピアスに変えてみたんですけど、その店員さん曰く、なんかパールが今年流行りますよって言われて、ああそうなんですか、そのまま言われるがまま買ったという、全然そんなに意思がなかったりするんですけど、はい、胸にパッと入れてますか俺はどうやそっか、デカダンスケバンドの時、そういえば脱いだりしてたので、あ、それで膨らみを感じたでもたまに高校の時もそうだったんですけれども、胸が膨らむという体質がありまして、なんかホルモン異常のですね、自分がちょっとそのなんか女性的になってくると、なんか胸が膨らむという、片方の胸が膨らんだりするというのがあったり、本当にお医者さんにも行ったことがあって、まあ、そういう精神的なものでちょっとホルモン異常で膨らむというのがあるそうなんですけど、最近ちょっとなんて言うんでしょう、あの女性寄りというか、あんまりこうなんか自分がこう男性っていう認識があんまなくなってきたようなところもあったりして、でこうなってるのかもしれ、ちょっと膨らんでるのかもしれないですね、はい、ギター、ハーモニカなど楽器はどこで覚えたんですか。これは本当独学ですね。自分は高校ぐらいからなんとなくギターはコード弾きから入って、ハーモニカは割と本当に40になってからですかね、なんとなくこう見よう見まねで吹いてるうちに、譜面にこう矢印で吐くときは黒いボールペンで、吸うときは赤いボールペンっていうのをこう並べてやってたりして、こう、そう一旦体で覚えると、こうハーモニカは特に呼吸で覚えちゃうので、覚える
他曲はもうなんか見ないでもできるようになるんですけれども、ギターもそうですね。ただ譜面は本当僕読めないので、これがちょっとコンプレックスと言いますか、譜面が読めたらどんだけ楽しいだろうなとは思うんですけれども、ロックを歌うことはありますか？ロック、まあそのスケバンドというそのバンドで結構ロックっぽいことをやってると言いますか、YouTube で見た堕天使ロック、とてもかっこよかったです。堕天使ロックはラブレボリューションというまたユニットがありまして、あれもやりたいですね。そういえばフォークロック、アシッドフォークというのをやるバンドなんですけれども、これちょっと狂った楽曲と言いますか、見つめる前に飛んでみようじゃないか。バンドじゃないとね なかなか乗れないですけど、堕天使ロック、ムードコーラス聖地巡礼欲しいです。全国発売ですか？全国発売なんですかね 全国だけ、全国局地発売みたいな感じになるんでしょうか 置いてるところには置いてあるという感じかな。一応でもその大手書店にも置いてあるところは置いてある。紀伊国屋さんとかどうなんですかね。僕もちょっと把握してないですけれども、これはもう山中企画の、これから腕の見せ所といいますか まあ、ディスクユニオンさんとかそういうところにはおそらく置いてくださるんじゃないかなと思うんですけれども、ぜひ自分が言うのもなんなんですけれども、結構そのレアな内容になっていて、面白い本なんではないかなと思っております。ぜひお買い求めいただければと思います。ということで、でリクエスト曲というのをいただいているんですけれども、人間狩り 人間狩りピーター、これ実は僕結構コアな歌謡マニアの方は知ってる曲なんじゃないかと思うんですけど、そう僕すみません、この曲わからないんですね。人間狩り、確かすごい中西玲さんだったかと思うんですけれども、まあこの一連のピーターさんのちょっと際どい歌謡曲という、まあこの曲ならもちろん知ってるんですけれども、夜と朝の間に一人の私、天使の歌を聞いている死人のように、これなら分かるんですけれども、遠く すみません ちょっとコードが、この夜と朝の間になら分かるんですけど、そして「私だけの十字架」、これはですね、これもちょいちょいなんかリクエストいただくんですけれども、割と自分田淵淳時代からライブハウスで歌ったりすると、こう知っている方はおおと。結構喜んでくださる。ちょっと歌詞がうろ覚え、コードもちょっとうろ覚えなんですけれども、できるかなと。離れてゆくけど、若い愛を交わした笑顔二度と見えない、
あの人は、あの人は、おかの白い十字架、港を船は離れてゆくけど、愛の祈り交わした声は二度と聞けない。あの人は、あの人は、風と語る十字架、風と語る十字架。ちょっと歌詞バラバラだったかもしれないんですけど、久しぶりに歌ってみました。ちょうどあの私だけの十字架、特捜最前線のいつもエンディングがこう夕暮れの夕闇でしたけれども、ちょうど同じ時間帯という感じ、また久しぶりにこの部屋からお届けしました。また次回もよろしくお願いいたします。タブレット順でした。あ、これも久しぶりです。このパジャマもそっか、新しいパジャマですけど。